レイコールロックムは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセ州のニーインブルク、ベーザー軍に属す市である。道軍南東部に位置し、軍内で2番目に人口の多い都市である。レイコールロックムは、シュタインフーデコに、市境を接し、市内には、レイブルク丘陵が連なる。シュタインフーデコの流出路である、シュタインフーダーメイアバッハが市内を東西に流れている。 シュタインフーダーメイア自然公園は、レイコールロックム市内の一部を包含する。レイコールロックム市は1974年に、以下の5つの集落が合併して成立した。レイコールロックムは1974年の、ニーダーザク選ン州の市町村再編に基づき、それまで独立した、自治体であったレーブルク市、フレッケンのロックム、ハノーファー王国国への温泉保養地だった。 バート・レーブルク、それに、マチソンのミュンヘハーゲンと、ビンツラーが合併して成立した。レーブルク氏の権利継承都市である、レイ・コール・ロックムは、カレンベルク・グルーベンハーゲンシャフト・ラントシャフトの一員で、ある。この町の市議会は27議席からなる。3つの塔を持つ、開いた城門の中に、ノロジカが描かれ、過端に3つの花が配されている。ノロジカと、城は、 レイブルクの名前を示しており、レイブルク及びバートレイブルクの紋章から取られた。三つの花は、ロックムの紋章から取られたもので、おそらく湿地に咲くバラによって、ロック無修道院を示唆したものである。もともとは、東西ドイツ統一の4年前に結ばれた両者の、教会組織の交流協定から、現在の公式な姉妹協定に発展した。レイブルク、ミュンヘハゲン、 ロックムにはそれぞれ楽隊があり、この都市の知名度に寄与している。2007年ドイツ音楽チャンピオン大会で第3位を獲得したのである、レーブルク消防音楽隊も成功を収めている。さらにロックム消防団ブラスオーケストラは、市外でも有名になり成功している。ロックム修道院、バート・レーブルク・ロックム、ミュンヘハーゲン・レーブルク・ビンツラー・レイ・コール・ロックムは、 レーブルクとロックムにそれぞれテニスコート、ミュンヘハーゲンに屋外プール、レーブルクに屋内プールを有している。レーブルクには3面、ミュンヘハーゲンをロックムにはそれぞれ2面のスポーツグラウンドがある。ロックムには18ホールのゴルフ場もある。この街を取り巻く環境は散策、サーフィンやヨットやサイクリングツアーなどに適している。私立図書館がレーブルクに 教会図書館がロックムにある。2006年の統計では、レイロックムの失業者数は423人であった。これは、就業人口の8.3%にあたる数値であった。この値は、ニーダーザク選手の平均値よりは低い値であった。道路0イコールロックムは、ハノーファーから北西約40キロメートルに位置しており、 市の北数キロメートルを走るアウトバーン A2 号線と A6 号線及び連邦道 B441 号線と B482 号線を経由してこの町に至る。B441 号線はロックム、ミュンヘハーゲン、バートレイブルクを経由して直接ハノーオファーまで通じている。最寄りのアウトバーンのインターチェンジは A2 号線のブンストルフとポルタベストファーリカにある。 両インターチェンジはいずれもレーブルクから車で約30分の距離にある。航空レイイコールロックムはハノーファー空港のアクセス地域にある。公共交通市内ではシバスが1時間ごとに各地区との間で運行されている。鉄道のより駅はレーゼシュトルゼナウ、ミーインブルク、ベーザー、ブンストルフである。かつては市内をシュタットハーゲンシュトルゼナウ線及び シュタインフーダーメア鉄道が走っていたが廃止された。レーブルクとミュンヘハウゼンにはそれぞれ基礎家庭学校がある。上級の本家庭、実家学校はロックムにある。レーブルクには学習困難時のための特殊学校がある。ロックム福音派アカデミーでは、進学、法学、国際政治学、環境政治学、教育、養育政治学、 文化経済政治学や社会政治学といった政治学全領域のワークショップやセミナーが年間60日以上開催されている。ルパイは教師や教会関係者の研究、継続教育機関である。ありがとうございます。